だんだん草が出てきたな。うん、よいしょ。もうほらなんか豆になっとるわ、菜の花が。うん、これはどうだ。これも一部ジャスパーとジャスパーっぽいんだけどな、このジャスパーが入り込んでるように見えるんだけれど、なんか空洞がある。中になんかできてるかな。あ、これ来たやん。これ色合い暗いけどジャスパーだね。なんか珍しいね。黒曜石、黒曜岩だな。わあ、いいね。黒曜岩の塊、こんなの削ったら面白いかもしれん。なにこれ、綺麗だな。ちょっとよく割れてるな。ケースでかいよな。なんか一瞬石金に見えちゃう。あ、マジか、ジャスパーじゃん。いいやつじゃん。うわー、なんかいいな。いいな。うん。ジャスパーですね。ありました。ジャスパーだ、ジャスパーだ。ジャスパーだ、ジャスパーだ。ちっちゃいけど。すごい。なんか今回はのんびり探したんやけど、これいいよね。うん、赤い、ちょっと赤茶の、うん、こっちはなんか混ざってんだと思うんだよね。混ざってるね。こんな鮮やかな綺麗なのあった？あった。うん、まあでも このサイズやったら見落としてるね、結構僕ら多分。あ、そうかな。すごい川沿い？いやいや、そこら辺なんかあんまり、うん、見てないからさ、最近見てないところ。ジャスパーミックスなんじゃない？あー、なんか怪しいな。本当だね。ね。あ、そうだね。あー、そうだね、これ。うん、黒いとこ怪しいよね、これ。あと黄色いとこもちょっと、ケスデガンと、からなんかジャスパーなりかけみたい。ね、この空洞の感じもね、ちょっとボコボコしてるしね。うん、ほんとね。赤いところも多分。うん、赤いとこジャスパーっぽいね、なんか。うん、たまに見るな、このタイプな。
ょっと怪しいね。うん、違うだろうけどね。割ってみようか。あれ、若干ジャスパー感あるかもね。あ、なるほど。あー、若干ジャスパー感あるかも。なるほど、面白。ちょっとよくしょ。うん、若干ジャスパー感あるかも。わからんもんやな。若干あるかも。ちょっと照りがある。ちょっと動画で映りにくいけど、あれ、あ、ジャスパーだ。あれ、わからんよこんなのじゃ。すごい。こんな出方をするか。ドキですね。ちょっと。うっすら線が入ってるようにも見えるかな。こっちが外側で、こっちが内側だな。結構ジャスパーやね。しっかりジャスパーだ。ここちょっと割ろう。こっちはもともとあった面で、これが割れた方の面です。でかいね、でかいジャスパーやった。すごいでかいやつや。何この花。ああ、何この花。豆かやな。豆かだよな、これ。何この花。え、違うんか、豆かちゃうんか。